はい、どうも、キョリです。はい、今回はプラムというキャラクターをね、ご紹介していきたいと思います。はい。ということでね、皆さん、実写動画はね、見てくれましたか？復活なんですよね。実写動画ね、しばらく休止してますね。しばらく休止していてね、もう撮るのも、1年ぶりぐらいか。1年ぶりぐらいでね、本当に休止しててね。結構ね、実写動画もね、視聴回数集まるとき集まってたんですよ。いやー、実写動画ね、恐竜とか、サメとか、またあれ。まあ前のあれ、復活っていう報告だったけど、あの2体のキャラが一体何なのかっていうね、あの紹介はね、また、新規視聴者さん向けにね、ちょっと動画出していけたらなと思います。多分前の動画だけ見た人はあの2体のキャラは一体何なんだと思ってて、多分頭がね、ハテナの状態なんでね、ちょっとそのハテナをなんとかしたいと思います。多分1年以上の動画出てないから、実写のその1年の間に増えたね、登録者数の人とか多分見てないと思う。だからあんまりよく分かってないと思う。このチャンネルが何なのかっていうことがあんまり。で、いた。マジか、また落ちた。プラムの紹介をしたい。このキャラクターのね。プラムっていうキャラクターね、このブン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 振り回せるフレイルっていう武器持ってますね。こうやってブンブンね、振り回して倒していくんですよね。ブン！はい、ブンブンブンってね、もうね、こうやってね。振り回していきます。はい、ブン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 。はい、フレイルっていう武器と、あとはスローイングスピアーというね、この武器なんですけど、結構強いです。スローイングスピアーね、この結構ね、まあ投げ槍みたいな感じでね、槍を投げるみたいな感覚でね、やっていただけると大体うまく当てやすいと思います。槍をこうやって投げれる範囲に投げていくっていうね、スローイングスピアって武器ですね。あとはなんだろう、スローイングアックスか。このスローイングアックスね、もうね、ウルトラマン7のね、このね、ウルトラマンの7見た人はね、わかると思うんですけど、このアイスラッカーみたいな感じでね、投げた攻撃が、投げたね、スローイングアックスがこうやって返ってくるんですよ。パンって。ウルトラマン7もアイスラッカーっていう技の時にさ、頭のなんか返ってくるやん。投げた後に。まあそんな感じでね、ピュッて返ってくるみたいな感じですよ。あとは爆弾ですね。爆弾はね、敵にこうやって当たりに行ってバーンって爆発するような武器ですね。はい、ということでね、こんな小さな見た目していてね、こんな怖いね、武器を持ってるプラムちゃんなんですけど、いやかっこいいっすよ。敵倒したときは。オゲイン！はい、ということで皆さんね、ご視聴ありがとうございます。やばい、危ね！追ってこない！よしよし、おーおーおー！